作って貿易、報酬いただき、これぞウィンウィンというやつですな。在庫のチェック忘れずにしておこうね。多めに作っておくといいかもだよ。在庫の追加もバッチリです。たくさん売れるといいな。じゃーん、会心の出来栄え。これなら絶対喜んでもらえるよ。なんだかあっという間だったね。帰る前には報酬を受け取るのも忘れちゃダメだよ。お家に帰るまでがレイシフトです。店長さん、お疲れ様でした。いっぱい頑張ってくれたよね。一緒にお店をやれてすっごく楽しかったよ。お茶とお菓子とカルタにスゴロク、これだけあればお客さんが来なくても退屈しないね。あ、もちろんお仕事だってちゃんとやりますとも。いらっしゃいませ、アーネエルベにようこそ。じゃなくてドラゴン島直売所です。アイテムの交換なら私たちにお任せですよ。ほうほう、なるほど。この商品は何に使うのかさっぱりわかりませんね。でもお役に立ててるならなんだか嬉しいな。どんどん交換しに来てくださいね。今日はサービスデー、スタンプ2倍だよ。ほい、ポンポンポンっと。あれ、押しすぎちゃったけど、いや、もっと押しちゃえ。え、スタンプを貯めると何がもらえるのかって？そこまでは考えてなかったな。ほいほい、アイテム交換ですね。毎度ありがとうございます。素材を集めるのって大変だけど、無理したらダメだよ。疲れた時にはお茶でも入れて一休みしようね。もうじき閉店の時間だよ、店長さん。やり残してることもう何もないのかな。私はね、まだまだやりたいことたくさんあったりして、みんなとお別れしちゃうのもなんだかすごく残念。だからね、またいつかどこかで会えるといいな。その時はよろしくね、カルデアの店長さん。やっほー、調子はどうだい、ビッグボス。軽いな。うん、挨拶は大事だからね。だからこの姿でも最後に挨拶しておきたかったんだ。今日までありがとう、カルデアのマスター。君に最大の感謝を。いや別に根性の別れってわけでもないだろう。またどっかでうっかり会うことだってあるだろうしな。ほら、チカちゃんもまた会いたいって言ってないからな。あ、もういいだろう、分離だ分離。うん、もうちょっとだけ、まだ時間はあるんだから、このまま話していたいな。いいよね、マスター。頑張った分だけ見返りも多いぞ。しっかり稼いでくれよな。なあ、在庫って足りてるか？減った分は補充しとかないとな。よーし、補充も完了っと。これでしばらくは安心だ。うんうん、なかなかいい出来だ。これ意外といけるんじゃないか？やれやれ、このバイトもう終わりか。報酬が残ってるならちゃんと受け取っておけよ。お前意外とこういうの忘れそうだからな。おお、お疲れさん。お前が頑張ったおかげで大繁盛だったぞ。これで終わりと思うと、なんかもったいないよな。アーネエルベってのは、私らがバイトしてた喫茶店。結構おしゃれな店なんだけど、なんか、
変な外国人たちのたまり場みたいになっててな。どういう集まりだったんだ？あれ。らっしゃせー。アーネールベにようこそ。お好きな席にどうぞ。で、違った。ここはドラゴン島の直売所。なんか、交換してく？おー、順調順調。これなら残りの在庫もさばけそうだ。いや、まったく、こっちも大助かり。あれ？ちょっと待てよ。そういえば、私らのバイト代って、どこに請求すればいいんだ？竜宮城か？わあ、すごい！またアイテム集めてきてくれたんですね！よーし、私も交換頑張っちゃうぞ！ああ。うん。やっぱり私には優しい店員さんは向いてないようだ。これからも厳しい店員さんで行こうと思うのだが、どうか。あいよ、毎度あり。しかし、何に使うのかわからんものばっかり置いてるよな。実際交換に来る客なんて、お前くらいだぞ。まあ、こんなの手間でもないし、遠慮しなくていいんだけどさ。そろそろ閉店か。いやはや、まさか江戸時代でもバイトする羽目になろうとは。こんな経験、めったにいないんだろうけど。油断してると、また似たようなことが起きたりしてな。ま、ご縁があったら、そん時もよろしく。ってことで。この直売所も、間もなく、閉店のお時間です。皆様には長年のご愛顧をいただき、誠に、ありがとうございました！いや、体感時間としては一週間くらいだったが、それでも畳むとなると、寂しい気持ちがなくもないか。お前の方は、帰る支度できてるのか？忘れ物とかないよな。素材が残っていたら今のうちに交換してくださいね。私たちも最後まで職務を全うします。だってそれでこそ私たちのお店なのだから。そこまでこの店に思い入れあったかな。